Thank you.
Everybody on your left.
チームが達成されるのをずっと東京で願ってました。僕は神奈川出身で200高校卒業して、そのまま東京出て、もうずっと東京で活動してます。そんなで冬祭り本当に大好き、いつかまた開催できないかなとずっと東京の方から願ってました。ずっと思いを届くと信じて、僕は東京の方から願ってました。今日は僕は同じドラマで繋がってるっていうことで、届けって曲を久々に歌いたいと思います。ゆっくり歌詞に注目して聴いてみてください。届け一番星に
僕10年音楽やってるんですけど、もう10年近くですね。それでも全然もう全然まだまだ知られてないです。でも自分の歩んできた人生に1ミリも後悔してないし、これからもずっと進んでいこうとマジで思ってます。だからもしこの中でこれから何か始めようとか何かをスタートし始めた方がいたら、僕にもちょっと教えてください。他にも応援させてください。僕もその一人です。挑戦することをやめないでください。僕はあの最後2曲なんですけど、メッセージにぜひ聞いてください。決めとこう。
した。Yeah.